巨著曹操への忠義にひたすら徹した男の生涯。皆さんこんにちは。今回のじっくり三国志紀行は巨著の生涯について紹介していこうと思います。三国志の大立て者曹操孟徳、彼の行くところには必ず一人の男の姿がありました。その男の名は巨著、あざ名を忠子、常に曹操のそばに付き従い主君のボディーガードを務めた猛将です。巨著は身の丈8尺を超え、胴回りも120センチほどあったと伝えられる堂々たる体躯と怪力の持ち主でした。一方、普段は至って温厚でぼーっとしていることも多く、周囲からは頭の働きは今一つと思われていたようです。そんな巨著についたあだ名がコチでした。虎のように勇猛であるが頭は鈍いという意味です。魏には多くの豪傑智者がいましたが、この巨著こそ主君曹操に最も信頼され愛された人物と言えるかもしれません。なぜ曹操は巨著を愛したのか、その理由と巨著の生涯を追ってみましょう。牛を引きずる怪力男、序南の賊を退治する。巨著は豫州の小県で生まれました。青年は不明ですが、曹操から曹営まで魏三代に仕えていることから、曹操より10歳くらい年下だったのではと思われます。五巻末、世の中は乱れ、各地に賊がはびこっていました。若き日の巨著は一族の者や心ある者たちと一緒に故郷に砦を築きます。そして賊が自分たちの生活を脅かさないよう砦にこもって暮らしていました。ある時、序南の賊1万余りが退去して巨著たちの砦を襲います。必死の防戦も虚しく、矢も武器も使い果たし、巨著たちは絶体絶命のピンチに立たされます。その時巨著は仲間を励まし、手に石を取らせて敵をめがけて投げつけさせます。追い詰められても決して諦めない粘り強さ、それは晩年まで変わることのない巨著の長所でした。巨著が投げつけた石は敵の体を形がなくなるほど粉々に砕いたといいます。また食料が底をつきそうになった時、巨著は賊と和睦を申し出ます。和睦の条件は巨著たちが牛を差し出し賊が食料を与えるというものでした。物々交換は成立し、巨著たちは食べ物にありつくことができましたが、賊に差し出したはずの牛が戻ってきてしまいました。賊のところへ連れ戻されそうになった牛は嫌がって抵抗しました。巨著は牛の尻尾を片手でつかみ、ずるずると引きずって賊の陣営へと連れて行きます。巨著の怪力ぶりに恐れをなした賊たちは牛を引き取ることもしないでそそくさと撤退していきました。これらの噂が瞬く間に広がり、巨著は怪力の豪傑として恐れられるようになりました。曹操、巨著の名は男。三国志演義が語る主従の出会い。曹操が序南地方を支配すると、巨著は軍勢を率いて馳せ参じます。しかし三国志演義では曹操と巨著の出会いはもっとドラマチックに書かれています。曹操が黄巾族の残党と戦っていた時、敵方の大将が曹操に一騎打ちを申し込みました。曹操は配下の天意に命じて敵将を捕らえに行かせます。そこに一人の農民が現れ、敵将をさっさと生け捕りにして去っていこうとします。この農民こそ巨著でした。天意は敵将を引き渡すよう要求したところ、巨著が応じなかったため、
二人は一騎打ちをすることになります。農民巨著は曹操配下の中でも一番の剛力で知られた猛将丁威と互角に渡り合います。その様子を見た曹操は、あの男を殺すわけにはいかぬ、何としても家臣に欲しいと思い一計を巡らせます。丁威に引き上げの合図をし、追いかけてきた巨著を罠にかけて捕らえたのです。曹操の前に引き出された巨著は縄で縛られ、まるで賊徒のような扱いを受けていました。これを見た曹操は烈火のごとく怒ります。奇大の豪傑に対してこの扱いは何事か。そして自らの手で巨著の縄を解くと、言葉を尽くして自分の家臣になるよう説得します。一農夫の自分をこんなに丁寧に扱ってくれたことに感激した巨著は喜んで曹操の配下に入ります。三国志演義は創作ですが、このエピソードは曹操と巨著の絆の強さをよく表していると言えます。曹操に仕えることになった巨著は常にそのそばに付き従って、主君の命を何度も救うことになるのです。謀反人から主君を守った忠誠の極致。巨著が関東の戦いに従軍していた時のことです。曹操の共回りの一人でジョタという者が仲間と共に謀反を企てていました。曹操の寝首をかいて、それを手土産に袁紹に下り、大出世をしようと目論んだわけです。しかし曹操のそばでは常に巨著が護衛に当たっています。巨著の力を恐れたジョタたちはなかなか謀反を決行できないでいました。ある日、非番の巨著が曹操のそばから宿舎へと下がりました。これが好機と思ったジョタたちは曹操のいる幕営に入ります。ところがそこには宿舎に下がったはずの巨著の姿がありました。実は巨著、宿舎まで戻ったところで妙な胸騒ぎを覚えたのです。そこで急いで幕営にいる曹操のもとへ引き返していたのでした。巨著の姿を見たジョタとその一党は驚きのあまり顔色が変わってしまいました。その変化を見逃さなかった巨著はジョタたちに謀反の心ありと見抜いて、その場で謀反人たちを討ち取ったのです。この一件で曹操の巨著に対する信頼はますます深まり、今まで以上に巨著をそばに置くようになりました。歴史家の廃将氏は、巨著が胸騒ぎを覚えたのは忠誠の極致があったからだと言っています。曹操を思い慕う強い気持ちがあればこそ主君の危機を察知できたのです。豪遊無双の胡地、清涼の金馬町を眼力で制す。曹操軍と関水馬長連合軍との間で繰り広げられた道館の戦いでも、巨著は曹操の命を救います。曹操は黄河の北岸へ渡るにあたって先に兵たちを渡過させ、自らと護衛兵100人ほどは南岸にとどまっていました。そこへ馬長率いる1万の兵が突如来襲したのです。馬長軍は絶え間なく次々と矢を射かけてきました。降りしきる矢の雨の中、巨著は曹操を支えながら船に乗せ、急いで味方の待つ北岸へと渡ろうとします。しかし共に南岸に残っていた兵たちも同乗しようとしたため、船は重みで沈みそうになりました。船に乗ろうとする同胞を巨著は右手に握った刀剣で泣く泣く切り捨てました。そして左手で馬の鞍を掲げて曹操を飛び交う矢から必死に守ったのです。ところが運悪く船頭が流れ矢に当たって倒れてしまいます。巨著は右手の刀剣を炉に持ち替えて船を漕ぎ、無事に曹操を北岸へと渡し切ったのです。かつて序南の賊を打ち破った時の巨著の粘り強さがここにも現れています。その後、曹操は関水馬長と会談することとなりました。武芸自慢の馬長は
好きあらば階段の席で曹操を亡き者にしようとしていたようです。かねて曹操のそばには豪遊無双のボディーガード巨著がいると聞いていた馬長は、貴殿の配下には虎がいるそうですなと尋ねました。曹操は背後に控える巨著を黙って指さします。巨著がきっとにらみつけると馬長は動くに動けず、曹操暗殺は未遂に終わったのでした。三国志演義の中で巨著と馬長は一騎打ちを演じます。馬長は後に蜀の五胡大将軍の一人となる大豪傑、清涼の金馬長とその姿を称えられた名将です。巨著も力にかけては引けを取りません。二人の一騎打ちは延々と続き、やがて巨著は上半身裸になって戦い続けたといいます。馬長とのエピソードからも巨著の力が尋常ではなかったことと、共にお互いがお互いのそばにあり続けた曹操巨著主従の強い結びつきを感じます。曹操の死後もやむことのない猛将の忠義一徹。曹操の死に接した巨著は悲嘆のあまり号泣し、ついには血を吐いたと伝えられています。巨著が曹操をどれほど慕い、ひたすら曹操への忠義に生きたかがわかる曹話です。曹操の死後、巨著は曹丕の側近として仕えます。曹丕も父同様、巨著に大きな信頼を寄せ、そば近くに置いて離さなかったといいます。曹丕の子曹栄が即位すると、巨著はさらに昇進を重ねます。しかし巨著の思いは立身や昇進になかったことは明らかです。彼の気持ちはただ一つ、唯一無二の主君と仰いだ曹操の子孫を守り盛り立てたい、ただそれだけだったことでしょう。曹丕を守り曹栄を支えるも、ただただ曹操への忠義を尽くし続けたいという思いがあればこそだったのでしょう。人材の活用が巧みだったとされる曹操は、一方で猜疑心も強く、心底から人を信じることは稀だったと言われます。その曹操が完全に心を許し、いつもそばに置いた猛将巨著、彼の誠心誠意の忠義心が曹操に伝わっていたからこそ、曹操もまた巨著を信じ愛したのだと思います。曹操と巨著の主従関係は三国志の中でも稀に見る強い絆だったと言えるでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。